こんにちは映画監督の増山瑠奈です本日は松戸でのベーシックインカム元年上映会来ていただきまして本当にありがとうございます映画楽しんでいただけましたでしょうかこの映画は昨年9月にベーシックインカムアースネットワーク世界会議でポルトガルで上映されその後台湾の映画祭でも上映されました 最低限の生活金が給付されることによって今まで諦めていた様々なことを市民が、えー、取り戻していくそういったストーリーになっていますベーシックインカム給付が始まる架空の街野原市という町が舞台になっているんですが実はこの町私が住んでいるのが東京の日野というところなんですが日野自動車が、えー、今年から 本社が一部移転するという状況があったりしていろいろな町の、えー、一部のヒントを取り入れながらなるべくリアリティがある形を目指しました今大手企業に、えー、一緒にいればなんとかなるとか何か他力本願な生き方ではない一人一人が個人個人がそしてその町が、えー 自分たちで暮らし方産業を作っていこうこういった内側から湧き上がるようなこう思いで社会を取り戻してていいく時期だと思っていますこの映画を通じてベーシックインカムについて知るきっかけになっていただけたら嬉しいですし野原市に次いで、えー、日本の最初の野原市に松戸がなるかもしれないなと思って期待をしています。 今回企画をしてくださった皆川さんは映画の中では高江自動車の重役役員とししててていい演技をしてくれていますこの映画は大島は子さんカンヌ主演女優でもある大島は子さんが主人公でそして、えー、少女役の愛イさんはあの12歳の女の子なんですが動物が大好きな女の子です。えー、愛車さん 個人ののキャラクターそまままに演じてもらいましたまた唐十郎さんとお芝居をされてきた喜秀平さんがなかなか味わいのある浩二というサラリーマンの役にこう深みを増した演技を応えてくれましたまた1,700本の、えー、映画テレビにご出演されてきた堀田新造さんがあのこの、えー、堀田社長の役をやってくれています。 またクラブママはこのチェルノブイリの祈りで、えー、有名な、えー、講談師の神田香里さんが演じててくれています。全然悪くない本当にあの優しい香里さんなんですけれどもちょい悪クラブママがこんなにぴったりくるとはと思いまして本当にあの現実よりも現実らしい不思議な野原氏が皆さんの名演技によって生まれました。 また国際会議場の説明会のシーン満員電車のシーン最後のレストランのシーンそういったさまざまなシーンでエキストラ出演をしてくださったお一人お一人の皆さんの思いでこの映画を、えー、あの成功させることができました是非上映会を広めていっていただけたらと思います、えー、会場にて えー、ベーシックインカム元年始まりの日ベーシックインカム元年の、えー、DVD の販売もしておりますまたあのこの映画の主人公愛車さんの撮った動物の、えー、ポストカードもございますのでぜひ、えー、会場でお土産に持って行っていただけたらなと思っております今日は本当にありがとうございましたまたお会いしましょう